ラジオ関西気象情報。阪神地方に大雨や洪水に関する気象情報が発表されました。十分ご注意ください。緊急気象情報が入ってまいりました。ラジオ関西気象情報。阪神地方に発表されていた大雨や洪水に関する気象情報が解除されました。引き続き気象情報にはご注意ください。ただいま全域阪神地域に発表されていた大雨洪水に関する気象情報が解除されたということです。発表されておりました大雨洪水に関する気象情報が解除されたということであります。まあ一旦天気はね持ち直すということなんですが、台風はこれから近づいてきますので、再びまた発令されることもありますので、今後の気象情報には十分注意してください。